こちらのタイトルで東北大学流体科学研究所の鈴木が発表させていただきます。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。本日の内容はこちらの通りとなっております。最初にまず自己紹介をさせていただいて、タイトルにもありますデザインについてちょっと先に話します。そこから、 二つに大きく分けまして、一つは子供の頃から骨属までの問いから得られたデザインという部分と、あとは大学教員になってから得た問いからのデザインというところで分けて話をさせていただきます。で簡単に自己紹介になりますが、私、学部から博士までは東北大学で工学部機械1の国語学科を出ておりまして、バックグラウンドはメカニカルエンジニアリング、機械系になっております。 えとそこで、えーとまあ、地熱の研究、これから紹介するものをやるんですけれども、ポスドクではスタンフォード大学に行きまして、と少しあの東大の数理科学研究科にもあのお世話になりまして、と2016年よりテニアトドック助教として今あの、勤務しております、流体科学研究所にあのついております。はじめと、デザインについてあの話したいと思いますと。皆さん、デザインという言葉を聞いて思い浮かべるものって何でしょうか。 デザインというものはもともと語源としてはラテン語のデジグナーレ、計画を記号に表すという言葉から来ていると言われております。で例えば設計とか計画、造形など、まあ、何かものを作ったりするのでこうデザインというイメージあの思い浮かぶ人もいるかなとは思うんですけれども、まあ、そのような人間の創造的行為かあるいは目的設定や、えっと、計画査定などの、まあ、この一連のプロセスを指すと言います。 共同研究者である山口さんがとい,いたものとしては、デザインとは探究の一種であると、探究とは習慣が不確定な状態、疑念から確定した状態、信念へと変遷するプロセスだというふうにおっしゃっています。で、私の方で今考えているデザインというのを簡単な言葉で言うと、疑問から信じる主張を導くプロセス、これをデザインと言えるんじゃないかというふうに考えております。 まずはじめにその子どもの頃からあの持っていた疑問について皆さんにシェアさせていただきます。と私自身がと中学生ぐらいの時、まあ、将来何しようかなというのを考えるようなタイミングで,です、ね、あの社会のことを考えた時に、まあ、当時はバブルがまあ崩壊していたとかと環境問題がこうあの叫ばれるようになっていたという社会がありました。 でその中で、じゃあ未来どうなるんだろうっていうのを考えたときに、決して今のこの社会が自分が定年退職を迎えるまでこう維持されてる気が全くしなかったんですね。で、じゃあ、中学生当時から考えて、まあ、50年後、自分が定年退職を迎えるような年になっても、必要とされるものってなんだろうっていうのを考えて、で当時あの考えたのが、エネルギーっていうのはきっといつまでも人にとっては大事だ。 だからこうエネルギー問題を解決できるようになりたたた。いっていうのをあののを考えたのがまあ中学生の時でしたでエネルギー問題において何が問題か、次なる問いですで。私自身が考えるエネルギー問題としては、今、日本というのはほとんど化石燃料に頼っているで、特にこの化石燃料、CO2 を排出するということだけではなくて、日本が所有していなく、まあ、海外から輸入しているエネルギーが多いということが大きな問題かと思います。 やはり日本という国を自立させるためには自国の資源っていうのを使えるようになることはできないかと。で日本ってそもそも資源ないのか考えました。でそこであの行き着いたのが地熱エネルギーですで。地熱エネルギー、特に発電として利用されるものについて説明しますと、地面の下の熱水や蒸気を使ってタービンを回して発電をするシステムが地熱発電になっております。 利点としては CO2 の排出量が少なくてクリーンであり、純国産で、また一度発電所を作ってしまえば稼働率を高く稼働することができるというものになっています。実際皆さん、地熱の資源というものを目の当たりにしたことってなかなかないかなとは思うんですけれども、今こちらで示している写真がまさに地熱の資源になっていて、このように岩の割れ目から蒸気が吹き出ている様子というのが想像できますでしょうか。 この熱水や蒸気そのものこそが地熱資源になります。日本っていうのはこの地熱資源を実は世界で3番目に持っている国になります。今こちらで示すのが、えっ、ー、と、青い色で示しているのはどのぐらいその国が地熱のポテンシャルを持っているかっていうのを示していて、アメリカ、インドネシアに次いで日本とは3番目のポテンシャルを有しています。 一方でどのぐらいじゃそれを発電として利用できているかというのを示したのがこちらの黄色で示しているものになりまして日本はなんと世界の中でも10番目アフリカのケニアにもこう負けてしまっているというのが現状になりますではなぜ日本では地熱開発がなかなか進まないのかでいくつか課題があります1つはやっぱり地熱開発をするにはお金がかかります で地面の下から熱水、蒸気を取り出す必要がありますが、井戸1本掘るのに対して、まあ、数億円かかってしまうとう、まあ、お金がかかる、なので簡単に手をつけられるものではない,いのがあります。また、場所が多く制限されており、ポテンシャルが高いところの多くが国立公園のそばだったりとか、温泉地域などでもすでに人が利用してしまっているというようなの,がの,ので、えっと、場所に制限がかかってしまいます。また、技術的な課題も多いというのが挙げられます。 例えば太陽光や風力っていうのが、まあ、この辺だったら太陽光いっぱいありそうだなとか、風力いっぱい取れそうだなっていうのは私たち、肌みでも感じることができると思うんですけれども、まあ、それは私、それだけ計測しやすいっていうことが言えます。ただ、地面の下っていうのは目に見えない、しかも数キロ下のことを対象にするので、どこにどれだけ地熱資源があるかっていうのが分からない。これが一番大きな地熱の課題かなというふうに考えています。よって、もっとイノベーションっていうのが必要だと。 さらに地面の下のことを理解しようとするには、たくさんの学問が必要だし、たくさんの技術が必要というところに対して、まだまだ人手が足りないということで仲間が必要だと。で、こういうことから私は大学で研究者、教育者の道を選んできました。で地熱開発に必要なものとして、まあ、先ほども示したこの熱水や蒸気というものがあの大事なポイントになりますが、大きく3つあの大事なもの、要素があります。1つが熱。 水,この水の通り道ですね。この岩の割れ目っていうもの、この水の通り道、この3つが揃ったものが地熱貯留層と呼ばれているものになります。で従来型ですと,、えっと、約150度から300度ぐらいの熱水を取り出して、 あの、タービンを回すというようなフラッシュ方式であったりとか、あるいはもう少し低温でも他の,あの媒体を利用することによって、熱交換をしながら発電するバイナリー方式ですと、80度から150度をターゲットした、えっ、ー、と、地熱貯留層が、えっ、ー、と、ターゲットになります。 それだけだと資源としては限られているので、これからの地熱に期待されているものとしては、エンハンスの地王様システムと呼ばれる増産型の地熱システムというものが期待されています。左側に示しているのが、観葉型 EGS と呼ばれるもので、地熱開発をする際に熱水や蒸気を多く取り出しすぎてしまうと、もともとは地面の下の水というのは、雨水。 由来のものが多いので、えーと、自然とのバランスが崩れてしまうで。そこで水を地下に戻してあげることによって、えーと、ここに人工的な水循環を作ることによって、入れた水を再び温めてこう取り出すような、えー、とシステムを作ると。そうすると、そこに熱と水の通りに道はあるんだけれども、水がないような状況において、えー、と開発をするということができます。 また、この右側に示してあるのは、高温岩体発電と呼ばれるもので、これについては、人工的に亀裂、割れ目を作ってあげることで、えー、と熱しかないような状況においても、発電をする、システムを作るということができ、このように、科学技術を使っていくことによって、より多くの地熱資源を取り出すことができると期待されています。 で、えっと、この地熱資源の持続的利用というものが、えっと、私のターゲットとなっており、これがデザインしたいものになっています。で、これの、このデザインにおける問いっていうのは何かといいますと、えっと、先に話しました、この関用型 EGS というもので、人工的に水を地下に戻して、地下の熱で温めて取り出すような、こういうシステムを作りたい。じゃあ、これのためには、じゃあ、どこに水を戻せばいいのか、どのように戻せばいいのか。 あるいはこう水を戻すためには、その地面の下で水がどのように流れるのかというを理解する必要があります。でこれのためにどういうことをするかといいますと、例えば、井戸から得られるような観測データに基づきながら、例えば片方からインクのような、インクなど、トレーサーと呼ばれるものを入れて、離れた井戸でそれを観測するということで、こういうような応答が得られます。 で、この応答というのは結果ですが、この結果に基づきながら、じゃあ地下は、この応答が得られたということは、こういう流れ方をしているのではないか、あるいはこういう構造をしているのではないかという仮説を立てます。つまり、この観測データ、結果から地下の流れや構造の原因を推定するっていう問題を取り組まなければいけません。でこれは結果から原因を求める問題ですので、ね、逆問題と呼ばれるものです。 で私の研究では、この、えっと、地下を表すモデルというものを、数理・情報によって、えっと、どういうモデルができるかというものを提案してまいりました。と簡単に紹介しますと,と、通常、地面の下、水の流れなどを表現するのには、変微分方程式を使うことによって、まあ、時間、空間の,この変化というものを捉えることができます。 で通常の変微分方程式ですと、例えば1回微分、2回微分とかと呼ばれるような微分を利用するんですけれども、そのようなあの通常の変微分方程式を使ってしまうと、地面の下の複雑な現象というのをうまく表すことができません。でそこで非整数回微分と呼ばれる、1.5回微分とか1.7回微分と呼ばれるその非整数を利用するとうまく地面の下の、うん 応答というのを表せるということが知られております。で本研究においては、じゃあこの非整数解微分というものの物理的意味っていうのがあるのかっていうのを解明するというような研究を行っておりました。また地面の下というのは非常に複雑ではあるんですけれども、私たちが知りたいっていうのは、水が流れた流度の構造を知ることができればまあ十分だと。で、この流路っていうものを穴として捉えることができれば、 穴を評価する学問としてトポロジーと呼ばれるものがあります。このトポロジーというものを利用しながら複雑な構造を評価すれば本質的に重要な情報を抽出することができるのではないかと考えて、あのえー、とこのトポロジカルデータ解析というものをあの研究に応用してきました。まあ、その結果でと形から流れを推定するというような流れをあの提案することができております。 で実際そのように仮説、モデルを提案することをやってきました。またこのモデルというものが本当に正しいのかどうかというのを検証する必要がありますで。ここにおいて私の研究では構造を制御した、えっと、実験による新たな検証,の手法のあ検証手法の提案というものを行っております。で例えば、ま、と複雑な流動シミュレーションを行うだけではなくて 3D プリンターを用いて3次元の複雑な構造下での流動シミュレーションを行うだけではなくて 3D プリンターを用いて三次元の複雑な構造化での流動 現象の検検証証ををを行行っったたたりりあるいいいはマイクロ用等てまいりましたでこのように仮説を検証することによって、本当にその仮説が正しいのかどうかというのを評価する必要があります。で仮説を検証することによって、得られた予想結果と観測の結果との差が、えー、とあれば、まだこの仮説というものは正しいわけではないと。 でじゃあこの仮説を変えながらこの予想を変化させ、でどんどんとこの観測されるデータ、まあ、結果に近づけるようにすることによって、私たちというのは最適解、まあ、つまり結果と原因の関係性というものを得ることができます。でさらに 次のクエッションとしては、じゃあ地面の下が分かりましたの後には、じゃあ今度は人間がどこにどのように水を戻せばいいのかといった設計の問題になります。でこれについては、と私たちが例えば地熱発電所を30年、50年持続的に利用したいという理想がある。でそれを目的としながら、じゃあこういう開発条件がいいんじゃないかという手段を仮説として立てると。 で、それでまた予想を取得して、この理想と予想との差が少なくなるように、この仮説形成と検証をぐるぐる繰り返すことによって、私たちは最適な回っていうものを得ることができると。これらっていうのが、この地熱資源の持続的利用のデザインになります。で、まとめてみますと、 えとこの仮説形成と仮説検証をぐる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 繰り返す探究を行うことによって私たちは事実や理想に近づく仮説を探索しているすなわち最適化を行っておりますで特に私自身が考えるのは実際の観察や事実に基づきながら仮説を考えるのが現象の理解でありサイエンスでありまた人々の理想になるようにどのようなあの。 開発条件を考えたらいいかといったような問題というのは、未来を設計するテクノロジー、あるいは工学、エンジニアリングの問題になるのかなというふうに考えておりますで。このような形から、始めは疑問から始まるところから、どん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 と信じれる仮説、あるいは主張を導くプロセスこそがデザインかなというふうに考えております。でそえっと 今話した内容というのは、あの、未だに続けている内容ではあるんですけれども、えっ、ー、と、私自身が、あの、大学教員になって、まあ、ここ数年の間で考えたことを次に、あの、シェアさせていただきます。と今、示した通りと、私がこれまで取り組んでた研究というのは、資源から得られるデータに基づきながら、社会にその資源を結びつけるために、どういう設計をしたらいいかというのを考えて、 つまり、資源と社会の橋渡しをするのが自分自身の研究なんだというふうに考えてました。しかし、研究を続けていく中で、実はその資源と社会の橋渡しには障壁があるということを気づかされてきました。えっと、例えば、地熱発電の開発というものについては、えっと、簡単にあの開発が進むものではなく、技術的な課題がある。 それだけではなくて、社会の中での社会需要性というのが低いという問題もあります。でポテンシャルが高いような地域における温泉事業者さんたちは、地熱開発を反対するということがあのいろいろと聞かされてきました。で地熱開発する事業者さんというのは、良かれと思って科学技術をあの世の中に広めようとしてやっているにもかかわらず、 社会の中には伝統だったりとか、あるいは神様からいただいた恵み、それを守ろうとして、それを反対する人たちもいるっていう、このような社会っていうのはいろんな意見があるんだっていうことに気づかされてきました。この中で私自身あ,あなたに思い始めた疑問としては、本当に地熱の利用っていうのは世のためになるんだろうかっていうところをあの疑うようになりました。でもそうは言っても、じゃこのままでいいのか。 発電にしないのならば、まあ、熱として利用するというのも地熱の利用の仕方温泉もそまさにその熱を熱として利用するあの一つのあり方ではあると。でこちらに示すのが、地熱エネルギーのポテンシャルを都道府県別に示したものになっていて、で黄色いところほどポテンシャルが高く、青いところほど低いものを示しているものになります。じゃこの地熱エネルギーのポテンシャルの高い地域で今、日本では何が起きているか。 示したのが、この人口の増減率になります。この青いところほど減っていて、まあ、黄色のところは増えているものになりますで。このように見ていただくと、地熱エネルギーのポテンシャルが高いようなこの東北とか九州地域というところでは、この20年間で人口が大幅にこう減っているというところが観察されます。でこのままでは、地熱というのは発電だけではなくて、熱としても利用できなくなってしまう。 でそうすると人がいなくなってしまえば残るのは廃墟だけになっちゃう。で、このような自分の研究を通しながらあの自分、あの日本の未来っていうものをこう考えていったときに、なんかもう日本ってすごいいろんな課題抱えすぎてるよなっていうのをあの考えましたで。特にこれから超高齢化社会がやってくると言われながら、若い人たちはその高齢者をどんどん支えていかなきゃいけない。 で少子化だし、どんどん物は老朽化するし、でエネルギーは足りないしで、災害とかもどんどん増えてくるもう日本っていうのは非常にたくさんの問題を抱えていて、全然、ね、日本の未来、ワクワクしないなっていうのを考えました。でそんな時に急に思いついたのが、あそうだ、温泉だと。で、日本っていうのは古くから温泉を利用しながら健康になってきた民族ではないかということに気づきました。で まあ当時からワークライフバランス大事だよねっていうのを言われていて、えー、と筑波大の落合良一先生がワークアズライフだということを言っていたので、それに用いながら私自身じゃワクワクアズライフっていうものを提唱し始めましたで。温泉で仕事しながら健康になりながら楽しみながら生きるというライフスタイルがこう広まれば、みんなハッピーだしで、みんな健康だし、すごくいいんじゃないかという思いつきで、えー、と始めました。 で、これを思いついたのは、まあ、とにかく多くの人に温泉地域に行って、その地熱資源を熱として利用してもらいたいっていうのが一つ思っていました。で、当初は高齢者の人にどんどん温泉に行ってもらおうっていうのも考えたんですけれども、もちろん高齢者だけじゃなくて、私たちのような働き手の人たちが、今はもうパソコンさえあればどこでも働ける時代なので、 私自身、これ、コロナの前から、2018年ごろから、このリモートワークやワーケーションが来るというふうに考えていて、でこれを温泉地域であの広めてもらおうというので、いろいろと企画を立てて、動いてきました。で実際にあの研究者なので、あのただえとイベントを開くというだけではなくて、あの温泉地域でテレワークをすることによって CO2 が約74%も減るよということも、学術的にも示しております。 まあ、とにかく温泉地域に人を集めるというのは、こういうリモートワークやワーケーション以外にも、まあ、アウトリーチ活動を温泉地域で行ったりとか、あるいは市民との対話を通しながら、えっ、ー、と、温泉地域で新たな価値を生み出そうとしてまいりました。で、こう考えるに至った一つのきっかけとしては、私自身アイスランドのブルーラグーンに行った時に、まあ、この青白いあのプールのっていうのが、あのあと、アイスランドにはあります。 でこのブルーラグーンというものは、実は近くの地熱発電所で使われた排水が供給されているものだと。でもこれに対して、年間、あと約、まあ、コロナの前ですけれども、130万人の人たちが来場して、年間収益130億円を稼いでいるようなものを作り出していたと。 でこれまでその温泉と地熱発電というものが対立するような構造になっていたけれども、やはりこう新しいアイデアがこう生まれ考えることができれば、まだまだ温泉地熱というのは価値を生み出せると考えました。で、あのわくわくあず台風というものを、あの私はこう完成駆動な競争の場というふうにあの考えていて、まあ、自然科学技術、人と結びつけるのを、もちろん あの論理的に考えることもありますけれども何よりやっぱり実践だとかあるいはアートや感性に響かせるということが大事だというところでいろいろと実践してまいりました。で論理から始まらずにやっぱりエネルギーの手触り感を皆さんに感じてもらってやっぱ五感で感じることあるいはまあ楽しそうから入るとかあるいは目的をはっきりとさせないで楽しそうな場を作るっていうことをあのいろいろと実践してきた中で 多種多様な人たちがそこに集まってくれて、新しい研究展開だったり、異分野連携の挑戦っていうのが創発されるっていうのを目の当たりにしてきました。これからやっぱり人もワクワク、音声もワクワク、こそ今後も必要だっていうのを自分の中で信じられるようになってきました。このような地域活動を通しながら、これからの社会においてどういうことが必要かっていうのを考えてきています。これまでの社会というのは、 ある程度まあ中央集権的で、まあ、国からのトップダウンで何かこうしたらいい、こうしたらいいというのを国が支持すればよかった。でも、これからより自然エネルギーを利用する社会になったりとか、その地域ごとの,その分散型の社会を目指していくとした場合には、地域にある多様な価値観を大事にしていかなければいけないと。 また一方で人が減っているというのが地域の現状であるといったときに突出したリーダーがいないけれどもその地域でやりたいということをうまくまとめつつ合意を形成しながら意思決定していくということが必要になるこれがこれからの地域に求められていることかなと思います。これまでの地熱資源の利用というものを考えてみますとこれまで例えば 50年間持続的に地熱の井戸を利用するためにじゃあ井戸をここに掘りましょうっていうようなのがこれまでの設計で対象になっていたとただこれに対して温泉事業者は反対してしまうという問題がありましたでこれをちょっと考えてみよう実はこの問題解決のためのこの設計っていうのは氷山の一角でしかなくて実はこの論理的に考えれる部分っていうのはあの 一部だとでこの問題解決というのは実は問題の設定に依存していてでその問題の設定というのは人々のまあ倫理観だって価値観に依存しているというふうに言われていますで。例えば先ほどのこの地熱開発のためにじゃあ井戸をここに掘ろうというような設計問題を考えた場合にはそれは地熱開発事業者がエネルギーを安定に供給したいっていうような思いのもとにそれを設計するかもしれません。 でもじゃあ温泉事業者がどういうことを思っているか、どういうことを価値観、あるいは大切なこととして持っているかというと、まあ、先祖から受け継いだお湯を守りたいと思っているかもしれない。で、このようなことを思っている温泉事業者さんに、急にじゃあ地熱発電50年間利用したいから、ここに緑掘りますと、論理的にうまく説明できたとしても、やはり温泉事業者さんはその心がやっぱ追いつかないというのは、大にあることかなと思います。 で私たちがこの設定する問題の設定っていうのは人それぞれの理想からやってきてまたそれっていうのは人それぞれの感じ方からやってくるとでこの感じ方そのものに着眼することがこれから重要かなというふうに考えていますで今ここであの説明したこのエネルギーを安定に供給したいとか先祖のお湯を守りたいっていうものは人それぞれの価値観だったり物の捉え方 すなわちフレームという言葉で言うことができます。でこのフレームというものはあの、誰のフレームが正しくて、誰のが正しくないということはできずに、やっぱり人それぞれ、何が好きで何が嫌いかというのは人それぞれあるように、やっぱり完璧なフレームは存在しない。故に互いのフレームを尊重し合うということが大事になるかなと思います。ここで私自身が考えているのは、それぞれが持っている フレームっていうものをそれぞれがその拡張し、その他者のフレームに歩み寄ることで、そのフレームとフレームを掛け合わせる、つまりまさに枠と枠を掛け合わせる枠枠にすることで、新しいあの価値を創出していけるのではないかなというふうに考えておりまして、これから求められる設計やデザインというのは、問題解決のための設計やデザインだけではなくて、この人々の感じ方から入るような、 あの、設計っていうのが求められてるかなっていうふうに考えております。とこちらにまとめますと,、えー、と、デザインっていうものは、まあ、疑問から信じる主張を導くプロセスだということを先に話しました。で、子供の頃からポスドクにかけて最初に思ってた疑問っていうものは、50年後も必要とされるものは何だろう。そこから私自身、まあ、地熱の持続的利用が大事なんじゃないかっていうのを考えながら、 この地熱資源の持続的利用のデザインということをやってきました。どのように水を戻す水は地下にどのように流れるということを、まあ、数理、情報を持ちながら、それを記述するようなモデルっていうのを提案してきました。で、大学教員になりまして、ここ数年の間では、50年後も必要とされるものはワクワクだというところを、あの、主張として持つようになりました。もちろん、温泉ワクワクですし、やはり未来に期待が持てる、ワクワクするっていうこと、 あるいは人それぞれのフレームを掛け合わせるワクワクっていうところがこれからもやっぱり大事かなというふうに考えています。で、地域共存デザインっていうところは、じゃあどうやってその枠と枠を掛け合わせる、あるいはワクワクさせるっていうところ、これこそまあ今後の私自身の挑戦になるかなというふうに考えています。 簡単に今後の挑戦のところを話させていただきますけれども、えーとまあ、ワクワクさせるにはどうしたらいいか。脳、えー、科学や、まあ、認知科学などの分野で、こと自由エネルギー原理とよ呼ばれるものがあの提唱されています。その生物の知覚や学習、行動というものは、自由エネルギーと呼ばれるコスト関数を最小化するように決まり、その結果、うん、と生物は外界に適応できるように、これを表したものと言われています。 何かというと、人っていうのは何か新しい情報が入ってきたときに、それを見たままあの頭で理解しているのではなくて、入ってきた情報に基づきながら脳の中で推論しているっていうものになります。で新しい情報と脳で考えているその推論のギャップがあることを驚きと呼んでいて、 私たちっていうのは、驚いている状態っていうのは、まあ、居心地が良くないので、なるべくそれを最小化させようとしているっていうのが、この自由エネルギー原理になります。でこれを最小化させるためには、まあ、驚きを減らすために私たちがやってるっていうのは、考えたりとか行動に出るということになります。で、この自由エネルギー原理と、人々の気持ちをつなげようとしている試みっていうのが、あの、なされています。 えっと、これ、縦軸が人々の感情、上がポジティブで、下がネガティブなものを示していて、横軸が自分との違いを示したとういうようなグラフになっていて、まあ、こっちの原点に近いほど自分に近いもの、遠いほど、ものほど自分とすごく離れたものになっている。で、まあ、自分とすごい,い違うものっていうと、やっぱりそれって不快な感情を抱きやすい。けれども、自分とちょっと違うものって、やっぱりワクワクさせるようなものになると。 何かそこに会この感情を抱かせることができるんじゃないかっていうのがこの、えー、と心理学ベースで言われているものと自由エネルギー原理を結びつけるあの研究で言われています。で現在私の方で持ってる仮説としては、まあ、こういうような数学をうまく使っていくことによってそのワクワクしながら枠と枠をこう掛け合わせる、まあ、他者と 異なる価値観を持った人同士の枠と枠を掛け合わせるということをデザインしていけるのではないかなというふうに考えていて、まあ、これがえっと私自身信じられる主張になるように今後もあの探求していきたいかなというふうに考えております。ちょっと最後、伸びてしまっておりますが、えっと、私自身にま疑うということを信じるということの機会をいただいた方々もと,とにかくたくさんの方々いらっしゃいます。 で、やはりこれからもですし、そして今後もですね、まあ、疑って信じることによってより良い未来をデザインしていく、あの、皆さんとしていきたいかなというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。